ユニー航空873便火災事故は1999年8月24日に発生した航空事故である。台北松山空港発カレン空港行きだったユニー航空873便がカレン空港への着陸時に機内で爆発が起き火災が発生した。乗員乗客96人中1人が死亡し27人が負傷した。 この事故は MD-90 及びユニー航空で発生した唯一の死亡事故である。同型機のマクドネルダグラス MD-90 から30事故機のマクドネルダグラス MD-90 から30は1996年に初飛行を行っており、総飛行時間は4929時間で7736サイクルの離着陸を経験していた。 機長は41歳の男性で、HS-748 と MD-90 での操縦資格があった。総飛行時間は6532時間で、うち1205時間が MD-90 によるものだった。副操縦士は35歳の男性で、ボーイング747、ボーイング767、MD-90 での操縦資格があった。 総飛行時間は5167時間で、うち96時間が MD-90 によるものだった。873便は台北松山空港を現地時間12時16分に離陸し、12時21分に巡航高度の1万フィートに達した。飛行予定時間は約20分で、カレン空港には12時35分到着の予定だった。 12時30分、パイロットは管制官に空港を指認したことを伝え、管制官は滑走路21への着陸許可を出した。12時36分に873便は着陸した。着陸からわずか26秒後、客室左側前方で爆発が起きた。爆発により、黒煙型地上を彫り、荷物や機体の一部が滑走路上に散乱した。パイロットはブレーキをかけ、 機体は滑走路終端から約6300フィート地点で停止した。パイロットは管制官に緊急事態と火災の発生を報告し、空港の消防隊が現場に急行した。緊急脱出が開始されたが、激しい火災のため機体前方からの避難が行えず、乗員乗客は機体後部から脱出した。消防隊は事故後8分ほどで到着し、 救急車は30分ほどで到着した。機体は激しく燃え、火災が沈下したのは13時45分であった。沈下後の事故危機器体上部は爆発と火災により、完全に焼け落ちた。爆発により飛散した残骸の一部は、左エンジン内でも発見された。事故により、乗員乗客28人が負傷した。重傷者は14人で、軽傷者も14人だった。また、 ほとんどが火傷による負傷で、一人のみが爆発により、悲惨した残骸で怪我を負った。事故から47日後、7バイトの座席に着席していた乗客が死亡した。この男性は、台湾の元陸上競技選手古金水の兄で、事故により、体の45%に重度の火傷を負っていた。台湾の飛行安全調査委員会が調査を行った。当初は、 事件と事故の両面で調査が行われた。目撃者の一人は、機体の左側前方、3番目の窓の上部に穴が開いており、そこから黒煙が吹き出していたと証言した。コックピットボイスレコーダーとフライトデータレコーダーが現場から回収された。両方ともほぼ無傷で回収され、データも問題なく取り出せた。録音によれば、爆発は12時36分32秒に、 発生しており、その2秒後に CVR は記録を停止した。FDR は CVR に爆発音が録音された12時36分32秒に記録を停止していた。これは客室で発生した爆発と火災により機体の電気系統が機能を喪失したためであった。焼け落ちた機内事故後の火災により機内はほとんど焼け落ちていた。爆発は 胴体前方左側の5から7列目の座席付近で発生したと推定された。また、上部の損傷が激しいことから ASC は爆発が3から7列目の上部に設置された収納棚で発生したと考えられた。しかし、7C の座席付近及び滑走路上で漂白剤のボトルが発見され、ボトル内部を調査したところガソリンの成分が検出された。 他にも星の座席付近からオートバイ用のバッテリーが発見された。このバッテリーの導線は滑走路上で発見された。ボトルの検査結果から ASC はボトルにはガソリンが入っており容器は接着剤によって密閉されていたと推測した。また、このボトルからガソリンが漏れて気化し、バッテリーのアーク放電による火花によって因果した可能性が考えられた。 2000年11月に最終報告書が発行された。報告書では、事故原因は機内に持ち込まれたガソリンとバッテリーであるとされた。漂白剤と柔軟剤のボトルに入れられたガソリンは、飛行中に漏れ出て、収納棚に充満した。加えて、着陸時の衝撃で、バイクのバッテリー内の鉛蓄電池がアーク放電を起こし、ガソリンが発火した。また、 事故原因に寄与したとして複数のことが挙げられた。台湾の民間航空局の規則には爆発物についての取り扱いについて詳細な規定がなかった。その他、空港検査官のトレーニング及び評価は適切に行われていなかった。一部の検査官は適切な訓練を受けておらず、別の検査官の指示に従って仕事をしていた。そのため、 危険物の発見を自発的にすることが不能だった。その結果、持ち込みの禁止されているバッテリーおよびボトルに入ったガソリンの持ち込みを許してしまった。ガソリンの入ったボトルは台湾人の元陸上競技選手古キ水が兄の古キン池に持ち込ませたものであると結論付けられた。しかし、古キ水はボトルの中身は柔軟剤と漂白剤であったと主張した。裁判の結果、 古今水は懲役10年の有罪判決を受けた。しかし古今水は判決を不服とし、控訴を行った。その結果、2002年5月28日の裁判で懲役が7年半に短縮された。2004年12月27日、5回の再審を経て、無罪が確定した。台湾高等裁判所カレン支部の裁判官は、 実験が事故時の状況と異なる環境で行われており、主張を裏付ける十分な証拠にはならないと判断した。ありがとうございます。